に自分の言いたいことを言う試験ではない。リスニングはこれは二次試験の対策と一緒にやってほしいと思っていて、質問聞こえない人いっぱいいますかね。やっぱり資格試験っていうのは過去に出た単語がたくさん出る試験なので、うん、Hello there! Hello there! ですね、再び林先生に、見たびですね、林先生にお越しいただきまして、今回はですね、英検ですね、の対策を聞いていきたいかなと思って、はい、まあ多分英検気になってる人も多いと思うんで、はい、まあ受験に使われるかもしれないっていうふうにね、かもしれないっていうか、まあほぼほぼ使われる。いや、そうですね、ほぼ。まあ、いろいろありますけどね、意見はね。そうですね。で、英検指導、まあ、結構もうやってきてると思うので、はいはい、そうなんですよ、かなり英検をですね、中心に、やっぱ英検が中心ですか、一番。需要として英検が多いので、そっちをやっているという感じですね。やっぱりこう、今、別に実際にその受験と関わりがあるなしに限らず、例えばそのエスカレーター式でその大学に上がるような高校でしたら、その英検何級を持ってることが前提条件で上がれるとか、なんかそういうのが特にこう僕のやってる地域では多いので。なるほどなるほど、はい、じゃあ英検の2級が多分まあボリュームゾーンみたいな形だと思うんですけど。そうですね、2級ですね。やっぱりそうなんですね、2級準2級ですね。あはは、中学生はの準2級、はははで、まあ、高校生でももちろん準2級2級っていう感じですね、うん、じゃあその対策と勉強法を聞いていきたいんですけども、はい、英検2級でまず一番最初にやるべきのことは何ですか。もう間違いなく単語ですね。間違いなく単語、間違いなく単語です。パスタンが出てると思うんですけれども、はいはい、もうパスタンでもいいですし、別にパスタンが正義ってわけではなくて、うん、もう単語帳に関しては自分の好きなものを使えばいいと思います、うん、書店で手に取って、もうじゃあ、レベルは英検2級とか12級のものを選んでほしいんですけど、はい、まあ、自分に合ってそうだな、これだったら覚えられそうだな、モチベーション保てるなっていうものを選んで、とにかく端から端まで覚えるっていうのが僕は一番いいと思います。単語を覚えるとやっぱどうですか、読めるようになるとか、聞けるようになるとか。本来やはりこう文法はやらないといけないんですよ。で、英語力っていう観点で言えば僕は文法から進めたいんですけど、ただどうしても英検に受かりたいと、ただ英語はものすごく苦手っていう子が例えば3ヶ月しかないとっていう場面で、僕は文法の参考書を一からやりましょうっていうことは実はあんまり言えないですね、うん、やっぱりこうある程度の時間がないとしっかりこうマスターできるものではないとは思っていて、文法に関しては。かつ英検は文法問題がね、もういやそうなんです、2、3問でしたっけ、もう出るのも、なので文法に直結する問題がほとんど出ない英検で、その4択の問題集とかをバリバリやる必要は僕はないと思います。3問ぐらいですね。で、はい、第1問大問1問のところに、まあ、ちょろっとあって、ね、あとたまに語法を文法と絡めた問題みたいなのが長文のところで出てきたりとかしてっていう形なので、はいはい、なのでまずは単語、単語が一番、単語ですね。次にやる、次にやるべきはやっぱり鬼門とされているのが英作文なので、はあ、少なくとも一次試験においてはやっぱり英作文をしっかり書けるようにっていうことなんですけど、まず日本語の論理的思考力がそもそもない子っていうのが結構いて、まあ、でもこれは別にそういう子たちを責めてるとかじゃなくて、うん、まあ、しょうがないんですよ。やっぱりこう勉強学校で頑張ってやってても、うん、別にディベートの授業とかね、うんうん、あるわけじゃないじゃないですか。そうですね。なので論理的に例えば何々についてどう思いますかって言われたことに対して例を3つ挙げて、かつこの単語を使ってみたいなのを自分の飽和量を超えてしまうというか、まずは何々についてどう思いますかに対してパッと2つぐらい理由とともに意見を述べられるようになるっていう練習をするとすごくいいと思っていて、これはそうですね、ライティングだけじゃなくて、うん、スピーキングもそうですね、非常に役立ちますね、はい、めちゃくちゃ重要ですもんね、意見ね。で、結構その自分の考えてることをそのまま表現しようとするみたいな子もいるんですけど、あ、まあ、これもちょっと残酷な話であるんですけど、別に自分の言いたいことを言う試験ではない。はい、そうですね、はい、なので嘘でもいいので、うんうん、まあフォーアゲンストを決めて理由付けをとか、うん、合う論理展開とかを作っていくっていうのが僕はすごくいいと思っています。なるほどなるほど、はい、大切ですねそれは。あとはあれですか、やっぱテンプレとかは教えます？テンプレみたいなものはもちろんありますね。書き方ですね、はい、はい、これパターン。で、もう絶対使わなきゃいけないレベルのイディオムとか
あの単語とかあとアグリーの語法とかですね、よくもうものすごく基礎的ですけど、あとアグリートゥーそうです、ね、トゥーダステイトメントとかで書いてますが、はい、トゥーダオピニオンとかで書いてますね。そうそうですね。なので、まあ、そういった基礎的なことは教えるんですけども、ただあのまあ僕は塾ではそういうふうには教えてないです。なるほど。あの論理展開が決まれば、あのそんなに文字数がない、はいはい、単語数がないので、あのおのずとそれを書けばあの点がもらえるテストではあるんですね。なるほど。最初にあの自分の意見を述べて、でボディがあって、最後にまたあの締めるっていう、うん、あの形式は変わらないんですけれども、うん、ただそれを何かこうテンプレみたいのを丸暗記してやるっていうのは、なるほど、僕はそんなにお勧めはしてないです、うん。リスニングは、リスニングはこれは二次試験の対策と一緒にやってほしいと思っていて、ほうほうほう。で、よくあるタイプで、一次試験の対策にめちゃめちゃ時間を割いて、でたまたま合格したと、うんうんうん、二次試験ゼロだ、はいはい、でそこから頑張って始めようとする人がいるんですけど、はいはいはい、絶対間に合わないので、うんうん、結果がどうであれ、やはり二次試験の対策と一次試験の対策は並行して行うべきなんですね。おー、なるほど。で、その理由の一つが今おっしゃったリスニングなんですよ。で、リスニングは当然その耳から入るものなので、でも英語っていうのは話せるとある程度聞けるし、聞き取れるとある程度話せる、そこがまあちょうどそのつながってる部分なので、やはりこうリスニングで聞いて、でまあそれを自分でそのいやリピートしてしてみるとかですね。なるほど。使えるようにつなげて。そうですね。あとあれですもんね、面接って質問聞こえない人いっぱいいますからね。あ、そうなんです。聞き取れない人もすごく多いですからね、はい、なので二次試験の本とかたくさんあると思うんですけれども、まあ、ああいう対策本買ったりとか、もちろん過去本使ったりとかして、もう面接官の言ってることも僕はリピートしていいと思います。あ、なるほど、はい、でどうやって口が動いてるのか分かれば当然聞き取れるようにはなるので、おー、はい。で、あとは自分の読むスクリプトがあると思うんですけれども、文章があると思うんですけれども、あれも自分でもちろんたくさん話す練習はしてほしいし、例えばですけど話すときに、まあ、携帯のボイスレコーダーで、はい、音声を自分の話しているところを撮って、それを後で聞き直したりとかして、でそれをネイティブスピーカーの話している文章と聞き比べたりすると、最終的に実はリスニング力が上がっていたみたいなことになったりするので、一石二鳥なんですよね、うんうんうん、なるほど。そういったスピーキングの勉強とリスニングの勉強をリンクさせてやっていくっていうのがコツということですね、はい、ああ、なるほど、それは面白いですね。あ、読解とかはどうやってます？読解は文法ができる方なら、はい、難なくできるとは思うんですよ。なので文法ができない、で先ほど申し上げたように3ヶ月とか2ヶ月とか、もう下手すれば1ヶ月しかないとかっていうところで、そういう視点からお話しますけれども、うん、やはり単語ですね。おー、やっぱり単語読解も、うん、でこれももちろんパスタンとか単語帳を使うってもありなんですけども、やっぱり資格試験っていうのは過去に出た単語がたくさん出る試験なので、ね、過去問題をしっかり見ると。そうですね。でこれも結構やりがちなミスではあるんですけども、じゃあ長文読めるようになるには長文の過去問だけ見ればいいかっていうと、例えばですけど第1問の語彙問題の中で出てきた不正解の選択肢の単語が、あ、なるほど、実はその次の年度の、まあ、英検に出てたとか、長文読解問題として中に入ってたとかっていうことはもうよくある話なので、そういった部分も単語帳だけではなくて、しっかり解いて分かんなかった単語は辞書を見て調べて発音をしてっていうようなことをして覚えてもらえればなと思います。単語に始まり単語に終わりみたいな感じですね。そうですね、英検に関してはそうですね、うん、はい、なるほど。それはすごい役だったんじゃないですか、単語をやるっていうことですね、はい、そこを大事にですね、重要視してやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね、はい、で最後に一つだけ言っておくと、はい、1年以上時間がある人は文法からやりましょう、ちゃんと。なるほど、時間がある人は。 そうですね。で特に受験生はやっぱりこう文法力が基礎になって他の試験も解けるようになるので、その場しのぎで単語だけ頑張ってやるのではなくて、しっかりとこう、まあ辛いかもしれないですけれども、英文法の核とかをね、英文法の核とかを使ってしっかり文法力を鍛えてから読解に進むとかっていうのが、単語文法ができて読めるように、はい、本当に読めるようになるんですよね。なるほど。それでも時間がない人はしょうがないから、時間がない人はもうそこに向かっていくしかないですからね。
ですね。その過去問の使い方もそうです。今過去問いっぱい出てますもんね。いろんな過去問が登場してますからね。過去問だけでもかなり種類ありますし、対策語もたくさんいいものが出てると思うので、そうね、はい、そういうのを利用してもらえば、はい、僕も書いてますけどですね、いつ出るか分かりません、ごめんなさい書いてますけど、はい、いやー、よかったんじゃないですかね。なるほど、こういった形で意見の対策をしてもらえればいいんじゃないかなと思います、はいはい、ぜひぜひ参考にして、もらえればなと思います。はい、はい、ここはですね、林先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.